来ました。しかし今は平塚でも乗っています。ラブズン UFO に乗り、2017年には世界選手権にも出場しました。そしてアメリカアリゾナ州レイクハバス、ここではワールドファイナル6位に入賞。そして何より元 J リーガー、今日はサッカーボールではなく、そう、水上バイクに乗って皆さんの前に登場です。改めまして岡本照正選手です。さあ、岡本照正選手のファーストトリックから2分間スタートとなる。岡本照正選手は一体どんな技を出してくるのか。やはりあの技か。しかしキャンキャンも、そして何よりファーストトリック。さあ、ファーストトリック今スタート、勢いでかキャンキャン、そしてマドンナ。わかりますか、足交差したの。そしてその後、足と手がワンハンドで縦回転したの。わかりました、あれがキャンキャン。そしてマドンナで、そして縦に、おお、出ました、土正面からのキャンキャン。すごい、アピールも半端ないですね。もうドヤ顔でどうだって言わんばかりの。さあ、岡本照正さん、まだまだ行こう。このスカイツリーの前、そして水面の最前で3人目の締めくくり、引き波を作って出ました、クレイジーハグ。そしてパレルロール、クレイジーハグってそう掴むのよ。ありがとうワンアンドワン、ありがとう大好きマシン、そうアイラブマシン。そしてそれをハグするクレイジーハグ。さあ、どん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 2人とは違う技を見せる。そしてノーハンドルパレル、そしてもう一本パレル。さあ、バレルロールに来ました。いや、かなりもう反発入れずどん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 いく。さあ、スイッチ、バレルのスイッチ出た、フッフー。いやいやいや、すごいぞ。これはどんだけの技を出してくるんだ。2分間、たった2分間、彼の2分間、岡本照正止まらない。さあ、もうちょっとで、あと、もうあと15秒になるか。さあ、その時間いっぱいいっぱいで使っていくか、岡本照正、引き波を作っていく。そしてここで、あ、フリップ、もう一回キャッキャー。残り15秒、さあ、残り15秒です。岡本照正のファイナルトリック、一体何を出してくれ。さあ、バレル、山梨県から来たこの